さあピエールさん、はいよ、実はですね、2019オートバックススーパー GT ラウンド4タイ観戦ツアー6月29日30日があるんですよ。ついに我々のこのタイツアーがですね、大幅にまたボリュームアップいたしまして、なんとですね、去年私ですね、ちょこっと寄せてもらったあのホスピタリティ、あそこだけでもね、あの暑いタイで、なんかもうレース観戦大丈夫かなって不安になってる人は、冷房の効いたお部屋で、そして快適に飲み物も飲みながら、お食事も召し上がっていただきながら、優雅にね、レースを見れた。そこからさらにまたいろいろスケールアップということになりまして、あんなことやこんなことがいろいろ予定されてるらしいじゃないですか。なんとピエール小庭、はい、いよいよアジア進出です。やばいですね、ということで現地でも我々日本語で通させていただきますんでね、ご安心ください。もうリアルなコップンカーだけですね、はいはい、そうですね。いやこれ実はですね、はい、まだまだ募集してます。なんとそうなんです、はい、ということはですね、去年を見た、リピーターの方はもちろんのこと、はい、去年を知らないですね、初心者の方もぜひぜひタイに来ると、新しい発見があると思いますから、スーパー GT そうなんです、ね、一緒に我々と楽しみましょう。もしかしたらゲストドライバーが来てくれるかもしれない。今もう絶賛交渉中です。交渉してるだけです。確証はありませんが、ぜひですね、まあでも本当にあのね、はい、タイしか味わえない、やっぱりね、 そのツアーでしか味わえない楽しみっていうのは本当に楽しみだと思いますし、はい、皆さんもいい思い出を作ってくれるね、そんなみんなでね、我々本当楽しいことやりますんで、はい、ぜひ期待して安心して皆さんツアーに参加してください。そうはさせません。はい、待っております。待ってますよ。皆さんご応募ください。